ルーテーズは、ミシガン州、バナット出身のハンガリー系アメリカ人、プロレスラー。ファミリーネームのテーズは、英語圏では、セーズとも発音される。日本では、鉄人の異名を持ち、多くのレスラーから20世紀最強であると言われた、不正室のレスラーである。16歳でのデビューから、74歳での引退まで、実に58年間もの現役生活を通した、20世紀を代表するプロレスラーであった。1916年4月24日、ミシガン州バナットにて、オーストリア・ハンガリー帝国からのハンガリー人移民の靴修理工で、レスリング選手でもあった父、ティア・シュマールトンと、ドイツ人移民の母との間に生まれた。生誕時の名は、ティア・シュラヨシュで、他に3人の姉妹がいた。1918年に、一家は、ミズーリ州セントルイスへ移住。ファミリーネームもセーズに改められ、アメリカ式に、父親のマールトンは、マーティン・セーズ、ラヨシュは、ルー・セーズと改名。以降、幼少期から、父マーティンにグレコローマンスタイルのレスリングの手ほどきを受けて育つ。父親に連れられて、しばしばプロレス観戦に出かけることもあった。1933年9月、ミズーリ州セントルイスのハリー・クックアリーナにて、ジョン・アンダーソンを相手に16歳でプロレスのデビュー戦を行い、引き分ける。若い頃より、スター選手に会う機会に恵まれ、ファーマー・バーンズ、フレッド・グラブマイヤーらに遭遇している。1936年頃、セントルイスのジムにて、エド・ストラングラー・ルイスと出会い、スパーリングも行う。後年、ルイスは、テーズの専属マネージャーとなる。1937年1月、当時新聞記者だった、サム・マソニックと邂逅。マソニックは熱心なプロレスファンでもあり、30日間に、渡りテーズの特集を組んだ。これを機にテーズは一気に知名度を上げる。なお、マソニックは後に新 NWA 立ち上げの中心人物となり、テーズとはプロモーターとプロレスラーの関係で NWA を発展に導いている。1937年12月29日、ジョン・ペセクを破る21歳でミッドウェストレスリングアソシエーション世界ヘビー級王者となる。当時、アリババやエベレット・マーシャルなど、おおむねキャリア10年程度、30歳前後で世界王者につくのが慣例であり、テーズの世界王者ダッシュは異例の速さであった。また、ボストン版アメリカンレスリングアソシエーション世界ヘビー級選手権をユーボン・ロベアト・ボストンで1938年2月11日に行われる予定であったが、ロベアがテーズ戦を拒否したため、1938年1月25日付で、テーズに合わせ替え王座も授与される。しかし1月の防衛戦で耳を負傷し、トレーニングもできないまま臨んだ2月11日のスティーブ・ケイシー戦に敗れて、王座転落。1939年2月23日、ミズーリ州セントルイスでエベレット・マーシャルを破り、ナショナルレスリングアソシエーション版の世界ヘビー級王者となった。1939年6月23日、または7月19日、テキサス州ヒューストンでブロンコ・ナグルスキーに敗れ、NWA 王座から陥落。この際に左膝を負傷し、約1年にわたる長期欠場を余儀なくされる。なお左膝は、生涯、テーズの古傷となり、70歳で右臀部を手術したのも、左膝をかばう行動を長年続けてきたためだと述懐している。1943年、アメリカ合衆国陸軍に入隊、体育教官となった。テキサス州ヒューストン駐屯地で約4年間過ごした。この際もプロレス興行は継続する。1946年9月11日、カナダ・モントリオールでボビー・マーナゴフを破り、モントリオール・バガーは世界ヘビー級王座を獲得。1947年2月20日にマナゴフに奪回された後、同年4月16日にカイリザックが同地でユーボン・ロバートに敗れ王座から陥落。1947年4月25日、セントルイスでホイッパー・ビリー・ワトソンを破り、旧 NWA 世界ヘビー級王座を獲得。1947年11月21日にビル・ロンソンに敗れるまで保持。1948年7月20日、ビル・ロンソンを破り旧 NWA 世界ヘビー級第23代王者となった。連勝記録の始まり。1949年11月、新 NWA による王座の正当化により、第38代王者と認定された。過去獲得したものも、第23、26、36代として認定された。1953年12月6日、ハワイのシビックオーディトリアムで、力道山と初対戦し勝利する。1955年5月22日、レオのメリーニに反則負けを喫し、連勝記録が止まる。記録は引き分けを挟んで936連勝。1956年3月、ホイッパービリー・ワトソンに敗れ、第38代 NWA 王座から陥落するも、同年11月9日、ワトソンを破り奪回に成功。1957年10月、日本プロレスに初来日。力道山と、NWA 世界ヘビー級選手権で2度にわたり、名勝負を繰り広げた。1957年11月14日、トロントでリック・ハットンに敗れ、NWA 世界ヘビー級王者から陥落。1958年6月、世界各国を回り、積極的に防衛を重ねた実績が認められ、NWA 本部からインターナショナルヘビー級王座の初代王者に、認定された。しかし、1958年8月27日、力道山に敗れて、インターナショナルヘビー級王座から陥落した。1963年1月24日、トロントでバディ・ロジャースを破り、NWA 世界ヘビー級王座に返り咲く。これが最後の戴冠となり、1966年1月7日に、ジンキニスキーに敗れるまで保持した。1966年2月28日、日本プロレスに特別参加し、ジャイアント馬場の持つインターナショナルヘビー級王座に挑戦。結果は馬場が2度目の防衛に成功。テーズから2ピンフォール取っての防衛は、馬場の大きな勲章となった。同年10月14日、カリフォルニア州ロサンゼルスにて、バディ・オースチンからフォア認定世界ヘビー級王座を奪取したが、同月28日にマーク・ルーイに敗れ短命王者となっている。1967年6月、初代トロは世界ヘビー級王者に認定され、翌1968年1月に国際プロレスに参戦。グレート草津の挑戦を受け、1本目で実力を見破り、バックドロップで草津を失神させる。2本目は危険、テーズが防衛に成功。草津をスターに仕立てようとする TBS の目論みは失敗に終わった。1973年10月14日、新日本プロレスに初登場、カール・ゴッチと組んでアントニオ猪木&坂口誠二と世界最強タッグ戦を行う。この時テーズは57歳、ゴッチは49歳であったが、当時の両者の名声から、この年齢に関わらず、世界最強タッグの看板に説得力を持たせることができた。1975年10月9日、新日本プロレスに再来日し、アントニオ猪木の持つ NWF 認定世界ヘビー級王座に挑戦する。初期にブロックバスターホールドからフォールされ王座獲得はならなかったが、試合開始直後の先制のバックドロップなど健在を見せつけた。1977年8月15日、前年に旗揚げされたメキシコのユニバーサルレスリングアソシエーションから初代UWA世界ヘビー級王者に認定された。1978年8月27日、カネックに敗れUWA王座陥落。1980年9月、テネシー州メンフィスのコンチネンタルレスリングアソシエーションにて、ビル・ロビンソンのクア世界ヘビー級王座に連続挑戦。同時期、クアを外国人選手の供給ルートとしていた国際プロレスに特別レフェリーとしてたびたび来日、エキシビションマッチも行った。1981年1月に開催されたルーテーズ杯争奪戦の前期予選にも来日し、特別レフェリーを務めた。1983年4月、全日本プロレスに来日。ルーテーズ杯争奪リーグ戦の決勝戦のレフェリーを務めた。全日本には、この時期数回来日し、ジャンボ鶴田にバックドロップを伝授している。1985年9月19日、新日本プロレスに来日。東京都体育館にて行われたアントニオ猪木 vs 藤波辰爾の IWGP ヘビー級王座戦の特別レフェリーを務めた。1986年、右臀部を手術する。以後レスラーとしては、セミリタイア状態となった。1987年11月16日、WWF のニュージャージー州、ミドーランド大会でのオールドタイマーズバトルロイヤルに出場。決勝でパット・オーコーナーをオーバーザトップロープで破り優勝。1987年、セッド・ジニアスがテーズに弟子入りし、その後、北尾浩二、長野正弘も入門。1989年4月24日、新日本プロレス初の東京ドーム大会、89、格闘衛星、東京ドー夢でレフェリーを務める。1990年12月26日、74歳7ヶ月で、新日本プロレス、静岡県浜松アリーナで試合。長野正弘と対戦し STF で敗れ、引退を宣言する。1991年12月22日より、UWF インターナショナルに最高顧問、立会人として参加し、永久保持している元 NWA 世界ヘビー級。王座ベルト、通称テーズベルトを貸し出し、プロレスリング世界ヘビー級王座の名称とし、高田信彦らが王者となる。2002年3月9日、妻チャーリーと共に訪日。UWF スネークピットジャパン代表の宮と友好の結婚式に出席。2002年4月28日、フロリダ州オーランドの病院で、心臓バイパス手術を受けたが、肺炎を併発させて、心臓疾患にかかり、86歳で死去。2016年4月2日、プロレス界での功績を称え、WWE 殿堂のレガシー部門に迎えられた。ありがとうございます。